皆さんおはこんにちは。日英調理専門学校の日本料理を担当しています滝沢と申します。よろしくお願いします。私はですね、調理師学校を卒業した後、料亭の方で少し修行の方をさせていただいて、でそれからですね、栄養士の資格を取りに学校に行きまして、でそれから、日英調理専門学校の方に、就職をしてですね、で現在に至るという形になっております。ではですね、早速、調理の方を始めていきたいと思います。では皆さんよろしくお願いします。はい、ではですね、今日、作ります料理はこちらになります。はい、トウモロコシご飯、アジフライ、和風タルタルソース、アジのおろし煮。今日はこの3品に、挑戦していきたいと思います。じゃあ皆さんもよく最後まで見てください。最後の最後で噛んじゃった。はい、それではまず1品目、トウモロコシご飯から、作りたいと思います。はい、まず材料ですね、トウモロコシ、こちらはですね、皆さんが家でも作れるように缶詰のトウモロコシを使って、いきます。はい、でその次に昆布、バター、濃い口醤油にお酒で、メインのお米になります。はい、でお米はですね、一度洗ってですね、水を切ってある状態にしてあります。ではですね、早速、作っていきます。作り方は非常に簡単です。まず洗ったお米を炊飯器のお釜に入れます。はい、そうしたらここにお酒と濃口醤油、ここにお水を入れていきます。はい、そうしたらですね、調味料が混ざるように軽く混ぜてください。はい、そうしたらあとはここにトウモロコシ、昆布ですね。で、これであとは炊飯器に入れて炊くだけです。で、夏場ですね、生のトウモロコシを使う場合は、身をこう削ぎ落とした後、水の 1.5 倍の量でグツグツと煮て芯を、で煮出してもらって、その出汁で炊くとより美味しくなります。でまたそれも大変ということであれば、芯をそのまま炊飯器に入れて、炊いていただいても全然 OK です。では炊きましょう。はい、ではですね、先ほどのトウモロコシご飯炊き上がりました。さあどんな風に炊き上がってるでしょうか。じゃあ見てみましょう。じゃあいきます、せーの、パカ。どうでしょうか。美味しく、炊き上がってますね。はい、じゃあですね、これを盛り付けていきたいと思います。はい、よく混ぜ合わせてですね、で器に、盛り付けていきます。はい、そうしたらですね、このまま食べても当然美味しいです。美味しいんですけれども、お好みによって追いバター、であと追い醤油とかですね、お好みに合わせてですね、味を調整して食べていただいても美味しくいただけます。完成です。はい、ではですね、アジフライをやっていきたいと思います。で、このね、日本料理のオープンキャンパスではアジをこの状態から、ね、みんなにおろしてもらいます。アジフライっていうとね、こう開きのイメージがあるんですけれども、今回はですね、みんなに3枚おろしをしてもらうということでですね、3枚におろして、その身を、アジフライにしていきたいと思います。では早速やっていきます。はい、ではですね、まず、アジをですね、おろすにあたってですね、魚っていうのはですね、頭が左、腹が手前、こちらが表になります。でおろすときは裏から、おろしていきます。なのでこちら側ですね。はい、こちらの腹側からまず包丁を入れていきます。はい、で、ヒレの、ね、近くに線がありますので、そこの線にまず切り込みをスッと入れて皮を切るような状態でいきます。はい、そうしたら骨に沿ってずっと包丁を3回から4回ぐらいで中骨の横っ面に入れていきます。はい、そうしたら次、背中側ですね。はい、背中側も同じようにまず皮を切って、ね、包丁の通り道を作ってから、で骨に沿って中骨の横までしっかりと当てていきます。はい、そうしたらですね、次、返し包丁、包丁をこうやって返すの返し包丁というんですけども、こちらから、はい、包丁をこう通して、で刺し直して、はい、で尻尾を持って包丁を中骨の上を滑らすようにして引く、引くですね。はい、で尻尾の部分を切ります。はい、これで1枚目完成です。では次、表側の背中、はい、こんな感じですね。で次、腹側ですね。はい、 OK です。はい、そうしたらまた返し包丁で、はい、中骨の上を滑らすようにして包丁を引く、引くを切ります。はい、
こんな感じで、ね、骨に極力身がついていないように腹骨ですね、ここね、お腹の部分ですね、はい、こちらをね取っていきます。はい、こうやってですね骨に沿ってですね、はい、こうやってね取っていきます。はい、じゃあですね次骨をですね、抜いていきますね。こちらの骨ですね、この血合骨と言われるものですね。でね、こうやってね取れたか取れてないか、こうやってね指で触ればですね、取れます。実はここの断面、ここにも骨あります、ね、だからここもね取ってあげるとですねいいですね。はい、これで3枚おろし完成でございます。はい、じゃあですねここまでできたら次のね工程に入っていきます。はい、ではですねこうやってねバットにですねまず塩を振ってからですね、はい、アジを乗せて上からもう一度軽く塩をねこうやって振っておきます。はい、こういう状態ですね。はい、じゃあここまでできたらですね、はい、じゃあね次の工程に行きたいと思います。はい、じゃあですねこれがですね、アジ以外のですね、食材になります。はい、こちらがですね、パン粉、薄力粉ですね、で卵、お水で盛り付け用のパセリとレモンですね。はい、でこちらがですね、付け合わせの方でキャベツの千切りですね。であとはこちらが、ね、タルタルを作るためのものになります。そうです、今日のアジフライはタルタル付きです。じゃあ早速、作っていきたいと思います。じゃあまずタルタルの方を、ね、作っていきたいと思います。はい、じゃあですねまずですねガラスボウルに固ゆでをしたゆで卵です。フォークを使ってですね、こうやって崩していきます。まあね、包丁で先に、ね、半分に切ってから、ね、崩してもらってもいいかなと思います。はい、崩しましたらここで玉ねぎのみじん切りです。和風タルタルソースということでですね、らっきょの甘漬けを、ね、使いたいと思います。今日はらっきょうを使いますけれども、しば漬けを入れるとタルタルがほんのりピンク色になって映えます、ね、それもいいかなと思います。はい、はい、じゃあですね最後こちらマヨネーズですね。ほんのちょっとだけ塩と胡椒を、ね、入れましょう。はい、じゃあねこれで完成です。はい、じゃあですね次にですねアジフライの方をですねやっていきたいと思います。フライをですね作っていくんですけれども、この卵と粉をもう一緒にしちゃうっていうものです。バッター液っていうものになります。はい、じゃあですね作っていきたいと思います。ではまず卵、お水混ぜます。はい、混ぜたところに粉を、はい、ダマがなくなるまでしっかりとですねこうやって、ね、混ぜ合わせます。はい、これでねバッター液の完成になります。でね、濃度はですね粉を多くして、濃度を多くすればですねパン粉もねしっかりと、しつきます。その代わりですね濃度を、ね、強くしたらですねしっかりとバッター液を切ってあげるっていうのがポイントですね。はい、じゃあですね今からね、作っていきたいと思います。はい、じゃあですね、このねバッター液にですねアジを、つけるときですね手がね汚れてしまうね、そんなこと、あると思います。そういうときはねフォークを使いましょうね。でですねこの、ね、水分をですねこうやって取ってあげてください。この水分はね魚のね生臭さがですね、出ているものになりますのでね。はい、そうしたらですねここにフォークを使ってアジをバッター液の中に、ね、こうやって投入していきます。でバッター液をですねしっかりと、ね、つけて、はい、でパン粉の上に落とします。でこの時ですねパン粉はですねつける時、これもねちょっとポイントが、あるんですけれども、はい、パン粉をですねたっぷりです、ここはね。で上から全体を軽くキュッとこう押さえてあげます。はい、じゃあですねここまでできたら、ね、あとは揚げるだけになります。じゃあコールの方に参りましょう。はい、じゃあですね早速、揚げていきたいと思います。はい、揚げるときはですね高い位置からポトンと落とすんではなくてですね、低いところからゆっくりこうやって入れてあげてください。で手前に落とすんじゃなくて奥にこうやって落としてあげると油が、ね、飛んでこないですね。はい、じゃあですねいい感じになってきました。でね、まあね、上がりのねポイントなんですけれども、音がですね、まあ、少しね高い音になったとかですね、あとねこの泡がですね細かいものから大きくなったものとかですね、いろいろなね、ものが、あるんですけれども、一番確実なのは1個取り出して切ってみる。で、それが一番、ね、理想かなというふうに思います。はい、じゃあですね上がってきたので揚げましょう。ここで、ね、もう一つポイントなんですけど、2回目、ね、揚げるとき、3回目揚げるときなんですけれども、中にあるパン粉、こうやってね必ずねすくってあげてください。そうしないとねこのパン粉がねどん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 ね黒くなっていって、このフライの隙間にね黒いね粒々が入っちゃいますのでね、必ずこうやってね取ってあげると綺麗に仕上がりますね。はい、じゃあですね盛り付けていきましょう。はい、まずはですねこういうねちっちゃいね器とかにですねタルタル
で、次ですね、アジフライですね。少しね、こうやってね、こう斜めにね、こんな感じで切るといいですね。はい、ではですね、キャベツ、ね、半身をね、乗せていきます。はい、そうしたらですね、ここにレモン。実はレモンって皮を下にして絞るとレモンの香りが強く出ます。はい、じゃあね、レモンとパセリですね。はい、じゃあね、これでアジフライの完成です。はい、では皆さん、上手に美味しくできましたでしょうか、ね。もしですね、分からないところ、そういったところがあればですね、日英調理専門学校オープンキャンパスまだたくさんあります、ね。ぜひね、参加をしていただいてですね、分からないこと、ね、そういったことをね、どん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 ね、質問していただきたいなというふうに思います。それでは皆さん、また会える日をお待ちしております。